初めの司会を務める石井のぞみさんです。ディスカのメンバーとして無情から声をかけてもらいます。よろしくお願いします。札幌市から来ました、ユニキタの西穂奈美です。ありがとうございます。今日来る前にです、東京着いてからですね、ちょっと転んでしまって、手を水泳で拍手ができない状態なんですけど、ちょっとすごい不便で、シャワー入るときもめっちゃ痛いなみたいな感じで今日来ました。はい、ではスピーチします。皆さんは国が大切にされる社会か、個人が大切にされる社会、どちらの方がいいと思いますか？今あなたは家庭や学校、職場、バイト先、その中で個人として大切にされていると思いますか？家事、育児は女の仕事、産み、家族だから助け合うのが当たり前、貧
でこの